うちをここまでね、来ちゃうされてね、あ、そうですかって言えないよ、あんた。じゃあ、食べてみたいと思います。こんなもん。この、じゃが見てみ。食べてみたいと思います。こんな周りにくっつけるもんじゃねえよ。ねえ。人が買ったご飯を5つも使いやがってよ。うまっ。関係ねえよ。こんなもの食ってるより片付けろっつんだよ、自分で違う。ああ、片付けろ。10個10個、お客さんが食べたらご飯やっか。これだ。やっか。いらない。私向こう、向こう行ってくれる。いや、私、むけいさんが食べたら。いい、いい、いい。私、いい、いい。むけいさんが食べたらお花もらえん。いい、いい、いい。私はもういい。怒ってるから。私はもういい。私は穏やかに暮らしたいから。いい、いい、もういい、いい。美味しいから。いい、絶対食わない、食わない。じゃあ、早く。はい。いらない。一口。いらない。一口。花火がもらえんの、花火が。ほら、いらない。私はいらない。早く。いらない。一口。いらねえっつんだよ。一口。俺、花火もらいたくねえから。いや、早く。私の手を食べてるから。早く、早く。早く、一口。美味しいから。いいから。私食わないから。美味しいんだよ。もう、行ってくれ。早く向こう行ってないよ、もう。はい、食わない、絶対食わない。はい、ここまで散らかいから食わない。一口食べて。おいしいから、おいしいから。じゃあ痛い痛い痛い。いや、本気で詰められたんですけど。痛い。邪魔なんだよ。あれ、食いたくないから。痛い。あんたが鼻くんだったら本気で釣られたんですけど。俺は全然腹を食べに。いや、もういいよ、たくさんだよ。うまっ。冗談じゃないよ。こんなもんにこっちが買ったもんじゃねえよ、あんた。ねえ、こっちが税金払ってよ。てめえじゃもらった金を全部使ってよ。こんなバカいない、あんた。頭くるよ、ほんと。どこまで来るかと思って。まあ、絶対食わない。ああ、うまい。もう絶対協力しない、うん、あなたには。私はもうあんたには金をベタ一文やんない。私は自分の将来を考えて。もう。歩けなくなったら、あ、いいね、いっぱいだ。ダメ。もう抱えたくねえから。一つ言えることは、もっとパラパラのが絶対美味しい。べちゃべちゃすぎる、これ。関係ねえから、こんなやつ。でも、美味しい。めっちゃ美味しいですよ、でも。あんたなんか関係ねえから、もう、一切。私、うんじゃりだから、あんた見てて。こんなことより、ここ片付けるのが先じゃないの？違うかい？散らかしてやる、ここは片付けるのがあんたに違うかい。こんなもん作る上でこんだけ散らかしてよ。うまいね。頭がない証拠だよ。こんだけのもん作るにこんだけ散らかしてやる。あー、ゆきさんから出荷したらさー。あ、おいしい。普通ね、こんだけのもん作る上でこんだけ散らかすバカいないよ、あんた。相当頭弱いよ。ねえ。こんだけのもん作るんだけ、こんだけ散らかすばかりないよ。いや、もう、親は最低だよ。俺ら、慎吾なんかも噛まねえからいい。あー、特命のことからお花が来たー。おいが、アラブのお席を、ミドズ、ビルイチュ、トットバック、サマジ、宇宙の勇者く、前玉勇者く、お金配り、ステークでしたー。やったー、あれです。俺ら噛まねえ。絶対あんたなんか噛まねえ。うまっ。こんなガキなんか、おら、絶対もう、バラッタンカッタシタ10個やったー。社長の社長はビューゲッチ5月そうです。前は4尺、宇宙の4尺、お金9割シェイク。こんなクズに誰がおめえ協力するよ。税金全部俺が払わせられるんだから、たまったもんじゃねえよ。味付け海苔を上にかけたらもっと美味しいと思う。てめえはね、贅沢ばっかりしててよ、税金は全部こっちだから。冗談じゃねえ、こんなクズ野郎。どうでもいいんだよ、こんなやつ。じゃあ、ノリないの？関係ねえよ。あるかないかだけ教えてよ。知らねえ。関係ねえ。もうあんたとは絶交だから。もう。何もかも。ここまで散らかされてねえ。親だって頭くるよ。ほんとに。うまっ。笑っちゃうよね。何の料理の仕方もわかんねえよな。こんだけぶっ散らかすやついる？チャーハン作るだけでこんだけ散らかすやつはいないよ。ああ、普通じゃないよね、頭が。どう見ても。ここまでチャーハン作るに散らかすやつはいないよね。玉ねぎは生ゴミ入れてねえしよ。燃えるゴミと一緒じゃねえよ、あんた。燃やすときゃ
一緒でも別だよ、あんた。これが人間なんだよ、あんた。なんでこういうものを知ってるの？ネチャネチャしすぎだけど、美味しいわ。食わないかんだよ、こんなもん。あんたがずっと食ってればいいよ。関係ないから、その検証は私が買ったものも食わねえから、もう くれねえから、一切自分の金で買ってくれ。ここ出てってくれ、いいから、もうもういいから、出てってもらえばいいんだから。そしたらできる音をあげる。今度はあれはないからね、原因があるから、でかい音をあげる。うまい。こんなクズにね、ここまで散らかされてね、片付けねえんだから、なんでも片付けねえんだから、みんな私だから、洗濯まで今やってるのによ、うん、またここの片付けだよ。たまったもんじゃないか。いやー、うまいな。抱えたくねえよ、こんなやつ。そんなことよりね、チャーハン作るぐらいでこんだけ散らかす場合はいませんよ、あんた。いかにあんたの脳足りんが、脳がねえ証拠だよ、あんた。ねえ、くだらねえ子だよね。もっと食べよう、ね、美味しいわ。さすがに自分の部屋もあの邪魔だよね。こんな邪魔だもんね。チャーハン作るで、ね、こんだけ散らかす場合はいないよ、あんた。笑っちゃうよ、あんた。ここまでクズだよ。美味しいっすよ。関係ねえよ。食わないの？食わないよ。あんたとはもう絶好だから。口も汚くねえから。もう一切、もうすごい美味しいっすよ。抱えたくないから、一切もう抱えたくないから。まだ洗濯も干さなくちゃだし、あんたの洗濯が干さなくちゃなんだよ。それなのにまたここをこうやって片付けを私にさせるんだよ。うまっ。もういいから。玉ねぎが美味しいね。絶好だから、もうあんたなんか絶好だよ。関係ないよ、こんなクズ。うまいよ、美味しいっすよ。ここまでクズだよ、あんた。片付けはいねえなんだよ。食ってねえってよ。誰も食わないよ。ああ、うまいな。関係ねえよ。人が買ったもん食うな、一切。これ俺が買ってきたんだか。違うよ、てめえの金で食えよ。これみんなから、これみんなからあえてもこじつしてもう買ったんだけど。リスナーの金で買ったんですけど、これ。リスナーの金をね、料理してね、うんこに変えるんです、僕は。皆さんが投げた花火は全部僕のうんこになるんで。ほんで親苦しめてるらしやねやな。税金は親に払わしてよ。まあ呆れるよな。お前がいなきゃね、俺は400万も減らす必要ねえんだよ。わかるかい、人の財産。うまい。お前がいなきゃこんな金減らす必要ねえよ。俺は2年間で400万減らしたんだから、うん、ムカつくから。まあ、誰か来たよ。やだで、俺は洗濯もあるから今日は。もうやだよ、私もう。なんなん、小林さんじゃねえの。わかんないです。はい。もう、ダメだよ、今日は。ちょっと。聞こえます。洗濯がすごいから、もう。うまい。ちょっと、慎吾、ちょっと。ちょっと。もう、もうやだよ、慎吾。警察じゃないです。どこにいるの？玄関じゃない。はい。はい。はい。強盗スクリスティさん。お？強盗スクリスティさん？そうじゃない。信号が土屋がして座敷がすごいもん。あったかい来たからさ、すごいよ。こっち今洗濯回してるから、だからね。そんな料理を作るね、暇があったら自分の洗濯しろって言ったの。あ、うまい。洗濯、自分でね、チャーハン作るってめちゃくちゃだよ、あのお勝手が。全部私に片付けさせるんだから、泣きたくなるよ。ほんでね、水はこういうとこに垂れてるし、玉ねぎをちゃんと細かいの食べてて、すごいよ。ほんでバターなんか直にね、こうやって切ってるんだよ、あの、こういう、あ、まな板の上じゃなくて。感覚。うん、もっと常識ないよね。すごいお勝手が。でね、チャーハン作るぐらいでね、あんだけ普通じゃなかったないよ。あー、うまかった。うまい。料理の才能あるかもしれない。もうちょいね、ベチャベチャ、ちょっとベチャベチャすぎたから、もうちょいパラパラにしたらもうちょいうまいかもしれない。あとね、あの、まあ、正直量多く作ろうと思ったのよ。なんかせっかくさ、あの一食分とかだと、あんだけなんかいろいろさ、用意して切ったりとかして、なんか手間考えたら、こんなスーパーの素材とかをね、あの、食べるよりか、あれを作り置きして、後で食べることを計算した方がいいかなと思って。